こんにちは、マッピーフォトのエリナです。今日はフォトショップで写真の中の光を玉ぼけにする方法についてシェアしていこうと思います。写真の中に光があれば簡単に玉ぼけにすることができます。なのでポートレートを撮ったけど背景があまりぼけていないから玉ぼけにならなかったという時にぜひやってみてください。で、このチャンネルでは主にフォトショップやライトルームについて基本から学べる動画をアップしています。役に立ちやと思った人はぜひチャンネル登録していただけると嬉しいです。ではフォトショップでやっていこうと思います。では一つ目にレイヤーを複製するをやっていきます。はい、では今回使う写真がこちらです。こちらはアンスプラッシュでダウンロードしたもので、概要欄に URL を載せておくので、練習したい人はぜひダウンロードして練習してみてください。ではまずレイヤーを2枚に分けて、1枚は被写体だけのレイヤー、そしてもう1枚は玉ぼけを加えた背景のレイヤーとして使っていきます。なのでまずこの写真を複製していきたいと思います。ではこの背景のレイヤーをクリックしてコマンド J を2回押します。そうするとこのように3枚のレイヤーが準備できたので、分かりやすいように名前を変えていこうと思います。では一番上のこの名前のところをダブルクリックして、このレイヤーは被写体にしておきたいと思います。そして2枚目のレイヤーもレイヤー1のところをダブルクリックして、分かりやすいように玉ぼけにしておきます。でこれで準備できました。では2つ目に被写体の切り抜きをするをやっていきます。では上の被写体というレイヤーを使って被写体を切り抜いていきたいので、まず下の2枚は非表示にしたいので、左の目のマークをクリックして非表示にしていきます。そしてこちらの被写体のレイヤーをクリックしているのを確認して被写体を切り抜いていきます。で切り抜きについてはこちらの動画でアップしているので、詳しく知りたいという人はぜひそちらをチェックしてみてください。ではツールバーにあるオブジェクト選択ツールをクリックします。もしない人は右下に三角マークがあるツールは長押ししてこのように探してみるか、あとは点々点も長押しして探してみてください。ではオブジェクト選択ツールをクリックします。そして上にある被写体を選択をクリックします。そうするとこのように簡単に被写体を選択することができました。でこの時ちょっとズームしてここら辺などがちょっと危ういので、もっと細かく選択したいという時はオブジェクト選択ツールの選択とマスクというところをクリックします。でこれも切り抜きの動画でやっているのですが、左のブラシを使いながらここの切り抜きを細かくやっていきます。で選択範囲外にしたいときはオプションまたはオルトを押すとブラシがマイナスになるので、このまま選択範囲外にしたいところをこんな感じで塗っていきます。逆に選択したいところはプラスマークのブラシにしてこんな感じで塗っていきます。でも確実に塗りつぶしたいというときは左の上から3番目のブラシツールをクリックして、そしてプラスかマイナスでこんな感じで塗っていくと、もう確実に塗ることができます。で後で背景となじませるのでそこまで細かくやらなくてもいいのですが、こんな感じで選択をしていきます。でこんな感じで OK かなと思ったら出力先を選択範囲にして OK をクリックします。そうするとこのように選択範囲ができました。ではこのままレイヤーマスクをクリックすればこんな感じで被写体を切り抜くことができます。では3つ目に被写体を消すをやっていきます。では次に2枚目の玉ぼけというレイヤーの中に映る被写体を消していきます。で後でこのレイヤーはボケ感を加えていくのですが、その時に被写体がいると被写体もボケて、先ほど切り抜いたこちらのレイヤーとなじませにくくなるので、このレイヤーではもう簡単に被写体を消していきます。では先ほど被写体を切り抜いた時のこのレイヤーマスクがあるので、このレイヤーマスクを使ってまた被写体を選択していきます。ではコマンドまたはコントロールを押しながらこの被写体の方のレイヤーのレイヤーマスクをクリックします。そうするとこのように選択範囲がまた選ばれます。でこのまま消してしまうと被写体と背景の境界線が少し残ってしまうので、一旦この選択範囲を広げていきます。では上の選択範囲から選択範囲を変更、そして拡張をクリックします。そうするとどれぐらい拡張したいかというのが出てくるので、今回はじゃあ10ピクセルにしたいと思います。そして OK をクリックします。そうすると今選択範囲が広がったのがわかると思います。でこれで被写体をまるっと選択することができたので、このまま消していこうと思います。ではシフトを押しながらバックスペースを押します。そして塗りつぶしで内容をコンテンツに応じるにして OK をクリックします。そうするとこのように簡単に被写体を消すことができました。ではコマンド D で一旦点線を消します。
そうするとこのように見えます。まあ、まだ残っている部分はありますが、これはもうぼかしていくし、後からこの被写体のレイヤーを加えていくので、まあ、そこまで気にしなくて OK です。で4つ目に玉ぼけにするをやっていきます。ではここからこの玉ぼけのレイヤーに玉ぼけを加えていこうと思います。では玉ぼけのレイヤーをクリックして、上のフィルターからぼかしギャラリー、そしてその中にあるチルトシフトに行きます。でぼかしギャラリーについてはこちらの動画でアップしているので、詳しく知りたい人はぜひそちらをチェックしてみてください。でこんな感じの画面が出てくるのですが、この線から点線までが徐々にボケていく感じで、この点線から上はもうがっつりボケていきます。で今回は背景全体をぼかしていきたいので、この線全体を下に持ってきます。で下に持ってくるときはカーソルを丸の真ん中にある点をクリックしてドラッグして下に持っていきます。そうするとこのように簡単に動かすことができます。そして被写体がいるあたりに線と点線がこんな感じで来るように持ってきます。そして右側で玉ぼけ具合を調整できるのですが、まずぼかしを足していきます。もう写真によって結構違うと思うのですが、こんな感じでぼかしを加えていくだけでもうすでに玉ぼけ感が出てきたのがわかると思います。で歪みは歪ませたくないのでこのままゼロにしておきます。そして次にぼけの光の強さを調整していきます。ではここの効果というところに行きます。で今ちょっと画面が大きくて見えない状態なので、この効果というところをクリックします。通常であれば下に効果が出てきてると思うのでそのままやって OK です。でまず光のぼけなのですが、これを右にスライドすればするほどこんな感じで光が強くなっていきます。なのでここもお好みで大丈夫なのですが、ちょっと光らせたいという時はここを強めにかけていきます。でこんな感じでちょっとキラキラ感が増したのがわかると思います。でボケのカラーはこれで色がちょっと濃くなったりするので、ここで調節してももちろん OK です。今回はゼロでやっていきます。下の光の範囲でどれぐらいの範囲をぼかしていくか決めることができます。こんな感じで左のスライダーを左にすればするほど元から明るめのところが明るくなって、右のスライダーを左にスライドすると少しなくなっていくのがわかると思います。なのでこれを調整しながらボケの範囲を決めていきます。で今回はこんな感じにしたいと思います。そしてこれで OK かなと思ったら OK をクリックします。そうするとこのように簡単に玉ボケを加えることができました。では一旦ビフォーアフターを見ていくと、こちらがビフォーでこちらがアフターです。結構普通の光が玉ぼけになったのがわかると思います。ではここで被写体も加えていきたいので、上の被写体のレイヤーも表示にするために目のマークをクリックします。そうするとこんな感じになります。では5つ目に被写体となじませるをやっていきます。で玉ぼけのレイヤーで被写体の立っているところも結構ぼけてしまった場合は、レイヤーマスクとグラデーションツールを使って被写体が立っているところあたりをグラデーションのように範囲をなくしていきます。では玉ぼけのレイヤーをクリックしてレイヤーマスクをクリックします。そしてツールバーにあるグラデーションツールをクリックします。そして白と黒のグラデーションにしたいので、ここを白と黒にして、そして上の色のところをクリックします。そして基本のところで白と黒があるのでこちらを選びます。でレイヤーマスクをクリックしているのを確認して、下から上にこんな感じでグラデーションをかけるようにつけていきます。そうすると今こんな感じで下が見えなくなってしまっているので、一番下のレイヤーを表示にします。そうするとこのようにレイヤーマスクで黒くなった部分のぼかしの範囲がなくなったのがわかると思います。で一旦レイヤーマスクありとなしを見ていこうと思います。こちらがレイヤーマスクなし、こちらがレイヤーマスクありです。ここら辺が結構くっきりしたのがわかると思います。でグラデーションツールはもう何度もこのようにやり直すことができるので、ちょっとやりすぎたかなという時はこんな感じでやり直してみてください。ではこんな感じにしたいと思います。であとは被写体を玉ぼけのレイヤーになじませるために、被写体の周りも少しぼかすと馴染んでいきます。では被写体のレイヤーをクリックします。でこの時レイヤーマスクの方をクリックしていると、次にかけたいぼかしギャラリーがこのように押せなくなってしまうので、必ず写真の方をクリックします。そして上のフィルターからぼかしギャラリーに行って、その中にあるフィールドぼかしに行きます。そうするとこの画面になるので、まずこの被写体の真ん中の部分はぼかしたくないので、クリックしてドラッグして被写体の真ん中ら辺に持ってきて離します。そしてぼかしをゼロにしたいのでスライダーをゼロにします。
そしてこの切り抜きの時にちょっとギザギザしてしまったところなんかは馴染ませるためにこんな感じでクリックしてピンを増やして、そしてぼかし具合をちょっと加えていきます。こんな感じで周りをぼかすようにピンを増やして、そしてぼかしを増やすというふうにやっていきます。そしてこんな感じでピンが増やせたので OK をクリックします。そうすると周りがボケるのでちょっと馴染んだ感じになります。でもしこれでも少し気になるという時は切り抜きを直せばうまくいくので、また被写体のレイヤーマスクをクリックして、ブラシツールをクリックして、黒なのを確認して、そして周りの気になるところを消していけば OK です。はい、ではこんな感じで出来上がりました。ではビフォーアフターを見ていこうと思います。こちらがビフォーで、こちらがアフターです。普通の光だったのが綺麗に玉ぼけに変えることができました。はい、今回はフォトショップで写真の中の光を玉ぼけにする方法についてシェアしてきました。まあ、写真の中に光さえあればそれを玉ぼけに変えられるので、まあ、少しぼけなかった写真などはぜひこのやり方でやってみてください。で、今回は写真に写った光を玉ぼけにする方法について見てきたのですが、実際写真に光が何もない時に逆光を足す方法などもこちらの動画でアップしているので、詳しく知りたい人はぜひそちらをチェックしてみてください。フォトショップで玉ぼけにする方法簡単じゃんと思った人はいいねとチャンネル登録をお願いします。見ていただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。玉ぼけに変える方法、玉ぼけに玉ぼけ